皆さんこんにちは。尾張旭市の行政情報をお伝えする朝ちゃんの時間です。今回は武田がお休みのため、私坂口しおりがお伝えします。さて、2022年も残すところわずかとなりました。今年はどんな1年になりましたか？年の瀬で寒さが厳しく、毎日忙しいかと思いますが、お体大切に過ごしてくださいね。今年最後の朝ちゃんも元気いっぱいお伝えします。特集は年末年始の業務案内について、その他イベントや募集、市政情報などをお届けする尾張旭ホットニュースをお送りします。今回も盛りだくさんの内容でお届けします。ぜひ最後までお楽しみに。今回は年末年始の公共施設の業務案内について、暮らし政策課の矢野さんに教えていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず公共施設といっても、施設によって休館日や閉庁日が違いますよね。はい、詳しく教えていただけますか？はい、こちらをご覧ください。市役所、保健福祉センターなどご覧の施設は12月29日木曜日から1月3日火曜日までお休みです。ただ、出生、死亡、婚姻などの戸籍の届け出は閉庁期間中も受け付けることができます。この期間に戸籍の届け出をする方は、市役所南庁舎東玄関横の宿直室にお越しください。そして普段はコンビニでも住民票の写しや印鑑登録証明書の交付をしていただけるかと思うんですが、こちらはどうなりますか？住民票の写しや印鑑登録証明書の、コンビニ交付サービスも12月29日木曜日から1月3日火曜日まで利用できません。ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。必要な方はお早めにということですね。また新規交流館フラットなどご覧の施設は12月29日木曜日から1月3日火曜日までお休みで、年内最終日の12月28日水曜日は受付が午後5時までになります。体育施設も同じ期間がお休みになりますが、開館は12月28日水曜日は午後5時まで、年始の1月4日水曜日は午前9時からとなりますので、ご注意ください。わかりました。そして図書館の休館日はいつからいつまでになりますか？はい、図書館は12月28日水曜日から1月4日水曜日までお休みです。12月14日水曜日から27日火曜日までは貸し出し点数を15点までとし、貸し出し期間を3週間とします。休館中に本を返却したい方は図書館玄関横のブックポストをご利用ください。年末年始にゆっくり本を読みながら過ごすというのもいいかもしれませんね。そうですね。最後に長野県阿智村にあります保養センター尾張旭園は年末年始休まず営業しています。そしてこのように年末年始は公共施設の休館日などがそれぞれ異なります。足を運ばれる前に事前に確認をしてから行った方がいいですね。そしてこうした公共施設の業務案内について詳しく知りたい場合はどのようにするといいでしょうか？はい、問い合わせ先など詳細は広報尾張旭12月15日号またはホームページをご覧ください。わかりました。矢野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。市役所の南側にあるリサイクル広場くるくるにやってきました。今度はこちらでお話を伺っていきます。年末年始のゴミ収集、資尿の汲み取りについて環境課の水戸さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。水戸さん、年末というとやっぱり大掃除をされる方が多いと思います。新しい年をすっきりと迎えるために、まず年末年始のゴミ収集について教えてください。はい、まずはゴミ収集について、ゴミの種類ごとにご案内します。お願いします。はじめに燃えるゴミについてです。収集日が月木曜日の地域は年末が12月29日木曜日まで、年始は1月5日木曜日からです。収集日が火金曜日の地域は年末が12月30日金曜日まで、
年始が1月6日金曜日からです。次に燃えないゴミ、資源ゴミの収集日です。こちらは収集日が地域ごとで異なります。環境課で配布するゴミ出しカレンダーやゴミ出しアプリで確認してください。1月は通常の収集日と異なる地域が多いので注意してください。わかりました。収集日を間違えないように、そしてゴミを出し忘れないように気をつけたいですね。また市では粗大ゴミ収集の予約も受け付けています。年内の回収をご希望の方は早めに予約してください。その予約の詳しい方法を教えていただけますか？予約は電話かインターネットからお願いします。電話の場合は年末が12月28日水曜日午後7時まで、年始が1月4日水曜日午前9時からです。インターネットから予約する場合は年末年始の間も仮受付を行っています。わかりました。そして普段は資源ごみをここリサイクル広場くるくるに持ち込むことができるかと思いますが、そちらはどうなりますか？お持ち込みできるのは年末は12月28日水曜日午後4時まで、年始は1月4日水曜日午前9時からです。持ち込み可能な資源ごみはご覧の通りです。わかりました。年末はごみが増えますから、計画的にごみ出しをしていきたいですね。坂口さん、実は皆さんにごみを出すときに気をつけてほしいことがあります。はい、何でしょう？最近集積所ではない場所へのゴミの投棄や、市では収集できないものが集積所に出されているところが見受けられるようになっているんです。ゴミ出しのルールが守られていないということですか？そうなんです。特に資源ゴミとなるペットボトルがプラスチック製容器包装で出されることが多くなってきています。ペットボトルというとスーパーなどでも回収されているところをよく見かけますが、他にも回収されている場所はあるんでしょうか？はい、あります。スーパーだけではなく集会所や公民館で回収を行っています。専用のカゴに出してください。はい、わかりました。そうしたところも利用しながら、これまで以上に分別気をつけて行っていきたいと思います。お願いします。最後に年末年始の飼料の汲み取りについてご案内します。年末年始の飼料汲み取りと浄化槽汚泥の引き抜きについてはご覧の通りです。地域によって市指定業者と営業日が異なるので注意してください。わかりました。それでは最後に年末年始のゴミの収集と飼料の汲み取りについての問い合わせ先を教えてください。問い合わせは市役所環境課ゴミ減量係、電話番号768135。飼料汲み取り浄化槽についての問い合わせは市役所環境課環境保全係、電話番号768136へお願いします。わかりました。水戸さん、ありがとうございました。ありがとうございました。続いては終わり朝日ホットニュースのコーナーです。防犯灯の設置と不点灯時の対応。市内に設置されている防犯灯は町内会などが管理をしています。防犯灯の設置、不点灯については町内の班長を通じて町内会などへ連絡してください。問い合わせは市役所市民活動課交通防犯係、電話番号768128にお願いします。さて、12月15日号の朝ちゃんはいかがでしたか？朝ちゃんはこちらの時間帯に放送しています。ぜひお好きな時間帯にご覧ください。そして次回1月1日号の朝ちゃんはご覧の通りです。お楽しみに。最後は朝ピーとのゲームを楽しんでね。それでは良いお年をお迎えください。今回はあっち向いてホイだよ。朝ピーがどっちを向くのか当ててみよう。あっち向いてホイ、当たったかな？次回も朝ピーと遊んでね。